休憩前に引き続き会議を開きます。13番福田照光議員。公明党の福沢照光です。質問通告に基づき質問しますので、理事者の明快かつ簡潔な答弁を求めます。 1. 動物愛護行政について、1. ふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度の創設。皆さん、ニャンパク宣言をご存知でしょうか。本市出身のシンガーソングライターであるさだまさしさんが、日本動物愛護協会の CM ソングとして名曲関白宣言をアレンジ。お前俺の飼い主ならば、俺の体俺より管理しろ、飼えない数を飼ってはいけない、忘れてくれるな、俺の頼れる飼い主は生涯お前ただ一人など、多頭飼育の禁止や終生飼育を猫の目線で自ら歌った内容が大きな反響を呼んでいます。本市における猫の殺処分数は平成29年度で926頭と中核市の中でワースト1であり、その原因は野良猫に対する不適切な餌やり行為など関わる人間の側にあります。本市では町猫婦人化推進事業を行い、ボランティアの方などが地域猫活動を行いながら野良猫の数を減らすことに貢献されていますが、活動資金は寄付や持ち出しに頼らざるを得ない状況です。多都市ではふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度があり、動物愛護センターの建設費やミルクボランティア活動など動物愛護活動の財源として活用しています。本市でもふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度を創設して、地域猫活動の支援など動物愛護行政の財源とすべきと思いますが、本市の見解をお示しください。2、動物愛護センターの設置。本市の動物管理センターは昭和59年3月1日に開設され、森町の中部下水処理場横にあるクリーンセンターの3階にあります。開設当時の動物管理センターの主な業務は、猫も去ることながら人に大きな危害を及ぼす狂犬病の予防と野良犬の回収が主な目的だったと思われ、現在は実質ゼロを達成している犬の殺処分数も昭和59年当時は569頭でした。手術室をはじめ設備も古く、現代の動物愛護行政の施設にふさわしいとは思えない状況です。先日視察した京都市では、動物愛護の拠点としてドッグランや動物愛護ボランティアの講習などを行う動物愛護センターを府市共同で設置しており、本市も動物愛護センターの設置を検討すべきと思いますが、見解をお示しください。 2. 障害者の投票環境の改善について。選挙は日本国憲法に保障された参政権の行使であり、障害の有無にかかわらず誰でも平等に一票を行使する権利があります。しかしながら、実際に障害者の方のお話を伺うと、投票所の入り口に段差があり入りにくい、点字や音声による情報が少なく、目が見えないと候補者の情報が分かりづらいなど、同じ一票を投じるのに大きな格差があることを実感します。長崎市第4期障害者基本計画では、障害者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整備に努めるとともに、障害特性に応じた合理的配慮の推進を図るとなっており、障害者の選挙における投票所内のバリアフリー化や選挙広報等の展示化など、投票環境の改善を進めるべきだと思いますが、本市の見解をお示しください。3、主権者教育について。1、高校生の投票立ち会いにへの起用。今年7月の参議院議員選挙は、
投票日当日が悪天候であった影響もあるとは思われますが、戦後2番目に低い 48.8% の投票率となりました。特に若年世代の投票率の低下が著しく、長崎選挙区の18歳19歳の投票率は 27.1% と、2016年に18歳選挙権が始まって以降、国政選挙では最低となっています。本市においても中学校における模擬投票の実施など、未来の有権者である子どもたちに選挙に関心を持ってもらえるように主権記者教育を行っていますが、投票所の中で実際にどのように投票が行われているのか身近に感じてもらうために、高校生も投票所の立ち会い人として起用すべきと思いますが、本市の見解をお示しください。4. 福祉行政について ICT を活用した障害者の生活支援。近年情報科学技術が飛躍的に発展し、私たちの生活にも大きな変化が出ています。今までは考えられなかったような音声を認識して操作できるスマート家電など、インターネットを介してさまざまなものがつながることで生活の利便性が向上しています。先日視覚障害者団体の方とお話したところ、障害者の方にとってもスマートフォンやタブレットといった ICT 機器が生活改善に役立っていることをお聞きしました。例えば音声による情報検索機能、機器同士を通信でつなぎ筆談ができる機能など、1台のスマートフォンにさまざまなアプリをインストールすることで生活の向上につながっています。障害者の方の日常生活がより円滑に行われるために、本市では地域支援事業として日常生活用具給付等事業を行っていますが、東京都の八王子市ではその中にタブレットを加えており、例えば拡大読書機や録音再生機など、今まではそれぞれ単体で購入していた複数の用具がタブレットを1台で対応でき、障害者の利便性、財源の効率的な活用に寄与しています。本市においても同様にタブレットを日常生活用具給付等事業の品目に加えて、障害者の生活支援、財源の効率的な運用に資することができると思いますが、本市の見解をお示しください。5. がん対策について（1）ピロリ菌検査の検査導入の成果。我が国では2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死亡している時代です。そのがんの中でも死亡原因の第2位は胃がんであり、胃がんの原因の9割以上がピロリ菌の感染であると言われています。2011年2月、我が公明党の秋野幸三参議院議員の国会質問により、厚生労働省がピロリ菌が胃がんの発がん因子であると認め、2013年度からピロリ菌除菌について慢性胃炎の段階まで保険適用が拡大されました。そして日本人の胃がん死亡者数は約40年間5万人近くを推移したものが、2017年度には約4万5千人に減少しており、ピロリ菌の検査、除菌、そしてその過程で行う検査で、その過程で行う内視鏡検査での胃がんの早期発見が大きな効果を上げていると思われます。本市においては平成26年9月議会において、我が会派が約4万5千人の署名をもとに質問をさせていただき、血液検査によってピロリ菌の感染の有無や胃収縮度を判定する胃がんリスク検診を導入していますが、その成果についてどう分析しているのか見解をお示しください。（2）中学生へのピロリ菌除菌。胃がんの主な原因であるピロリ菌を除菌することは、将来の胃がんにかかるリスクを減らすことができますが、北海道医療大学の浅香正弘学長によると、ピロリ菌除菌による胃がんの抑制効果は40代で 90%、 50代で 70%、 60から70代で 40% と、若い時ほど効果が大きいそうです。中学生のピロリ菌検査除菌は、大阪府の高槻市や神奈川県の横須賀市、北海道の函館市などで始まっており、お隣の佐賀県は全県で中学3年生の希望者に対してピロリ菌の検査除菌を行っています。15歳未満は胃がんが発生するリスクはほとんどないので、成人のピロリ菌除菌では必要とされる内視鏡検査はなく、通常の
健康診断等で提供される尿を活用して検査を行っており、体への負担もほとんどありません。また、ピロリ菌は衛生環境が改善された現在においては、外部からの感染はほとんどなく、親子間等での感染が主であり、中学生の時代にピロリ菌を除菌することで、将来世代への感染も未然に防ぐことができます。本件は平成26年9月議会において、我が会派から質問させていただいておりますが、中学生のピロリ菌検査、除菌を本市においても導入すべきと思いますが、見解をお示しください。6、平和行政について、括弧1、県外原爆展の今後の在り方。来年2020年は被爆75周年であり、被爆者の高齢化を考えると、今後、核兵器廃絶の取り組みや被爆体験をいかに継承していくかが大きな課題となっています。平成6年度から始まった県外原爆展も2020年で未開催権がゼロとなる予定であり、2021年以降の取り組みについて、2016年6月議会で各県の大学での開催を提案したところ、市長から若い世代の方々に伝える効果的な方法の一つであり、例えば広島市長崎市が共同で普及を図っています広島長崎講座が開催されている48の大学との共催なども考えられます。また開催に際して若い世代にもっと関わっていただくことも重要であると認識をしており、被爆の実相や平和の尊さを学び活動を行ってきた県外在住者も含めた青少年ピースボランティアなど若い世代に関わってもらうことについても新たな原爆展の開催の在り方として検討していきたいと考えていますとの答弁があっていますが、その後の検討状況についてお示しください。7、旧桜ヶ丘幼稚園の跡地活用について、本件は昨年11月議会の一般質問でも取り上げていますが、旧桜ヶ丘幼稚園の跡地は平成24年3月の廃園後、跡地についての活用方針が定まらないままであり、建築から50年以上が経過している旧園舎も未耐震のまま放置されています。今後跡地をどのように活用するのか方針を定め、建物についても早急に解体すべきと思いますが、本市の見解をお示しください。以上、本段での質問を終わり、答弁を聞いた後、次席より再質問させていただきます。なお、8、中小企業の振興策については同僚議員より同趣旨の質問がありましたので、時間を見て次席より質問いたします。ありがとうございました。市長。公明党、福澤照光議員の質問にお答えします。6点目の平和行政についての括弧1、県外原爆展の今後の在り方についてお答えします。県外原爆展については、日頃被爆の実相に触れる機会が少ない県外において、原爆の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、被爆写真パネルや被災資料の展示、被爆体験講話、ビデオ上映などを内容として開催するもので、平成6年度から30年度までに40都道府県延べ71都市で開催してきました。今年度はすでに和歌山県有田市と山口県柳井市で開催し、徳島市も来年1月に開催する予定で、令和2年度中に残りの鳥取県、富山県で開催すると、未開催権は解消されることになります。議員ご質問の大学での原爆展の開催については、次世代への被爆体験の継承は喫緊の課題となっている中、若い世代が集まる大学での開催は効果的な方法の一つであると考えています。来年度は被爆75周年記念事業として、いくつかの大学で原爆展を開催したいと考えており、開催にあたっては若い世代にスタッフとして携わっていただくことも大変重要であると考えていますので、
被爆の実相や平和の尊さを学び、活動を行ってきた県外在住者を含めた青少年ピースボランティアなどの若い世代に携わってもらうことなども検討しています。また広島市においても同様に県外原爆展が開催されていますが、今年度中に未開催権が解消されると聞いており、令和3年度から長崎市と広島市が共同で県外原爆展を開催できないかについても協議を進めているところです。大学での開催についても広島市と長崎市が共同で普及を図っている広島長崎講座が開設されている国内の50の大学との共催なども考えられます。被爆者から直接体験を聞くことができない時代が近づく中、次世代への被爆体験の継承はますますその重要性を増してきています。令和3年度からの若い世代を対象とした大学での原爆展の開催に向け、広島市と連携を取りながらしっかり準備を進めていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。市民健康部長。ご質問の1点目、動物愛護行政についての括弧1、ふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度の創設についてお答えいたします。長崎市は他都市と比べ飼い主不明の野良猫が多いと言われており、動物管理センターには野良猫の繁殖や糞尿被害などに関する苦情や相談が多く寄せられております。議員ご指摘の地域猫活動は、野良猫に関する問題を地域の問題として捉え、野良猫に不妊化手術を行い、地域全体で餌やりやトイレのお世話をするなどの管理を行うものです。管理を継続することができれば野良猫問題の解決に有効な手段であると考えております。現在の地域猫活動に対する支援の状況としましては、不妊化手術費用を助成する町猫不妊化推進事業の活用や、動物愛護ボランティアによる不妊化手術への協力、野良猫管理についての助言指導等を行っております。今後、野良猫に起因する問題を改善していくためには、まずは野良猫の数を減らしていくことが優先すべき課題であると捉えており、そのため町猫不妊化推進事業をさらに推進してまいりたいと考えております。ご提案いただきましたふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度の創設など地域猫活動の支援の方法につきましては、長崎市が動物愛護行政をさらに推進していくにあたり、地域猫活動をどのように普及させ継続させていくかを検討する中でもしっかりと研究してまいりたいと考えております。次にご質問の1点目、動物愛護行政についての括弧に動物愛護センターの設置についてお答えいたします。動物愛護管理行政の動向は、人と動物の共生社会の実現に向けた愛護の要素を強めており、今年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律では、新たに動物愛護管理センターの名称とその役割について規制されております。長崎市でも動物愛護を推進していくためには、これまで以上に動物愛護思想及び動物の適正飼育などに関する普及啓発が必要であり、動物愛護に係る長崎市としての方向性を示すことが不可欠と考えております。その方法の一つとして動物愛護条例の制定について検討を進めてまいります。ご指摘の動物愛護センターにつきましても、他都市の事例を参考に関係者の意見も踏まえ、動物愛護の普及啓発や主要犬猫の譲渡促進のための機能など施設の在り方について研究してまいりたいと考えております。今後ともより良い動物愛護管理行政になるよう、人と動物との共生を目指し、動物愛護に対する意識の高揚と適正飼育への啓発に努めてまいります。続きまして ご質問の5点目のがん対策についての括弧1、ピロリ菌検査導入の成果についてお答えいたします。ピロリ菌は胃に炎症を起こす細菌で、ピロリ菌感染は中高年の胃がんを発症する主な要因とされています。このため長崎市においては、平成27年度からピロリ菌について血液検査による胃がんリスク検診を40歳から60歳までの5歳刻みの年齢の方を対象として実施いたしております。胃がんリスク検診の実績といたしましては、平成30年度において
対象となる年齢の、対象者は、2万7210人で、実際に、2229人の方に受診をいただきました。そのうちピロリ菌検査が陽性であった方は496人、 22.3% という状況でございます。長崎市の胃がん検診では X 線検査に加え、平成11年度から内視鏡検査も導入し、受診する方が選択できるようにいたしております。体への負担が少ない血液検査で行う胃がんリスク検診を受けた後、がんを発見するための胃がん検診の受診に多くの方につなげ、受診者も増えている効果が出てきていると考えております。今後も胃がんリスク検診の周知に努めてまいります。続きまして、次に5、がん対策についての中学校を対象とするピロリ菌除菌についてお答えいたします。中学生を対象としたピロリ菌検査につきましては、中核市では、神奈川県の横須賀市、大阪府の高槻市などで実施されておりますが、まだ同規模の都市での実施はまだ少ないという状況でございます。議員ご指摘の中学生の検査導入につきましては、ピロリ菌を若い時期に発見できるという利点もありますが、現時点においてはピロリ菌の除菌薬として用いられる抗生剤の使用によって腸内細菌のバランスに影響を与えることが懸念されることなどもあり、現時点では直ちに実施することは難しいものと考えております。今後も実施している自治体の状況や国の動向を動きを注視してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、がん対策につきましては市民の健康づくりを進める中で、がんの早期発見早期治療につながることから、今後も検診についての周知活動受診勧奨に努めてまいります。以上でございます。選挙管理委員会事務局長。ご質問の2、障害者の投票環境の改善についてお答えいたします。メルカツキ町や地域センター等において開設している期日前投票所は、いずれもバリアフリー環境が整っておりますが、選挙当日の投票所につきましては場所によっては段差や階段等の支障があり、そのままでは投票がしづらい状況がございます。このような投票所におきましては、簡易スロープの設置による段差解消や人的解除による対策を取ってきたところですが、施設に応じたさらなるバリアフリー対応を進めるとともに、物理的にその対応が難しい場合は他に適当な場所が適当な施設がないかの調査検討を行い、障害者を含むすべての有権者の方が投票しやすい環境整備に努めてまいりたいと考えております。次に、選挙公報の展示板音声版につきましては、国政選挙、長崎県知事選挙では長崎県選挙管理委員会で作成をしておりますが、長崎県議会議員選挙では作成されておらず、長崎市においても市議会議員選挙、市長選挙ともに作成していない状況でございます。長崎県選挙管理委員会が対応している長崎県知事選挙等につきましては、候補者が少数であり、告示日から投票日までの期間も長く、展示板等を作成する事業者の対応が可能となるものですが、長崎市での統一地方選挙における市議会議員選挙、市長選挙におきましては候補者総数が多いことに加え、選挙期日が7日間と短いことから、対象者への配布等の期限を考慮すると、極めて短期間での作成納品となり、事業者からは対応困難であるとの回答がなされているところでございます。なお、選挙公報の一部を展示館音声化したお知らせを作成している自治体もあると聞いておりますが、過去におきまして展示及び音声による選挙情報の提供については、その内容を選挙公報全文とする旨の総務省通知がなされていることから、その解釈につきまして県を通じて国に確認しているところでございます。その結果を見て課題を整理してまいりたいと考えております。引き続きご質問の3、主権者教育についての括弧1、投票立ち会い人への高校生の起用についてお答えいたします。長崎市では選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受け、将来有権者となる中学生や高校生を対象とした主権者教育の一環として、模擬選挙や出前授業を実施してまいりました。特に中学生や
一部の高校では模擬選挙を実施しているところであり、選挙制度の説明のほか、本物と同じ材質、レイアウトの投票用紙や投票箱などを実際に使用した投票、開票の体験を行っております。参加した生徒からは、選挙をする意味が理解できた。18歳になったら、より良い社会のために必ず投票に行くといった感想が寄せられており、こうした体験型の啓発授業は、若い世代の政治参加の意識づくりに大きく寄与しているものと考えております。このように体験型の取り組みは効果があると判断している中で、若者世代の投票率は依然として低いことから、これを改善する意味からも機会を捉え、選挙権を持つ前の高校生までを対象とした体験型の主権者教育を継続していくことが重要であると考えております。そういった中で、議員ご提案の高校生が投票立ち会い人に従事してもらうことは、選挙の公正性を見届けるという貴重な体験を通して、選挙を最も身近に感じる絶好の機会となります。これまで長崎大学の期日前投票所におきまして、大学生を投票立ち会い人に任用した実績がありますが、選挙管理委員会事務局や北公民館などの公募制を採用している期日前投票所におきましては、投票立ち会い人に高校生の枠を設けることは可能と考えますので、県や市の教育委員会等とも連携の上、学校のご理解とご協力を得ながら、その実現を図るための検討を加えてまいりたいと考えております。以上でございます。福祉部長。ご質問の4、福祉行政について、括弧1、ICT を活用した障害者の生活支援についてお答えいたします。障害者の生活支援につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者が自立した社会生活及び日常生活を営むことができるよう、さまざまな事業を実施しております。このうち市町村が地域の実情に応じて柔軟に取り組むことができる地域生活支援事業として、障害者の日常生活がより円滑に行われるよう、用具の給付等を行う日常生活用具給付事業を実施しております。この事業では、対象品目や内容について、それぞれの市町村の判断により定められることとなっていることから、長崎市でも国の通知等を基本に、利用者のニーズや全体のバランスを考慮し、必要に応じた見直しを行いながら、現在、視覚障害者用ポータブルレコーダーなど、情報意思疎通支援用具など、6つの区分で40品目の生活用具を定めております。ご質問の視覚障害者用タブレット端末やアプリなどの ICT 機器を対象品目に追加することにつきましては、近年 ICT 技術も目覚ましく進歩しており、これらの機器により視覚障害者の方だけでなく、他の障害者の方々の行動範囲の拡大やコミュニケーション能力の向上といった可能性につながると考えられることから、障害者団体などの意見をお聞きするとともに、機器の必要性や導入に伴う給付費への影響について検証を行いながら、品目の追加に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。理財部政策官。ご質問の7点目、旧桜ヶ丘幼稚園の跡地活用についてお答えいたします。旧桜ヶ丘幼稚園につきましては、平成24年3月に閉園後、地域の皆様との意見交換会や協議の中でご理解をいただけるような利活用策をお示しできておりませんでした。その後、平成29年8月から平成31年3月まで民間幼稚園に対して仮園舎として貸し付けていた経緯はございますが、現在も具体的な活用策をお示しできていない状況でありますことにつきましては、申し訳なく思っております。旧幼稚園の建物につきましては、耐震性がなく、防犯上の観点からも解体したいと考えております。なお、解体後の跡地の活用につきましては、地域にとってより良いものとなるよう、現在さまざまな視点から検討しており、活用案が決まり次第お示ししたいと考えております。以上でございます。13番福沢照光議員。一通りのご答弁ありがとうございました。それでは、順不動になりますけれども、再質問をしていきたいと思います。まず
1番からですね、ふるさと納税を活用した動物愛護寄付制度の創設についてなんですが、先ほど今後さらなるですね、町猫不妊化推進事業の推進を図ってまいりたいというふうにおっしゃってましたけど、具体的にさらなる推進とはどういうことなのか、お示しください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。町猫不妊化推進事業のさらなる部分でございますが、実は平成26年度から平成30年度までについて、対象となる頭数は250頭としておりましたが、今年度からは50頭を増やし300頭といたしております。また今後につきましても、オスメスの区別がございますが、よりメスの方をですね、重点的に行うことができないかということも検討してまいりたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。わかりました。それでこの町の猫の話が今出てましたけど、この殺処分数がですね、今長崎が非常にまだ多いということで、随分平成16年頃からするとかなり減ってはきてるんですけど、やはり依然として中核市の中でですね、多いという状況があります。で、本段でもお話したんですけど、やはりこの殺処分数を減らしていく取り組みの中でですね、やはり大きいのは、特に長崎の場合はですね、なかなかこう獣医さんのことなんか数なんかの問題もありますし、このボランティアの方々がですね、非常にこう地域猫活動の中で、そういった意味ではこう地域猫活動の中で少しずつ減らされているという、そういったことがございます。こういったことについて市としてはどういうふうにこのボランティアの方たちの貢献について考えていらっしゃるのか教えてください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。今議員おっしゃっていただきましたようにですね、地域猫活動、また猫の殺処分数を減らすためにですね、動物愛護のボランティアの方たちのですね、協力というものはですね、大変大きなものだと考えております。そういう中で長崎市といたしましても、動物愛護行政をですね、さらに推進していくために、この動物愛護ボランティアの方たちの協力というものはですね、欠かすことができないものだと考えております。そういう中で長崎市としてしっかりと動物愛護のためのですね、方策、条例制定というものも考えておりますが、その中でもしっかり動物愛護ボランティアの役割というものもですね、位置づけて取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、位置づけるというようなお話がありました。で、ちょっとお伺いしたいんですけど、この殺処分の数というのはですね、いろいろ統計データが出ておりますけど、長崎市はですね、統計情報を見ますと、幼齢期の猫の殺処分数が出ておりません。これは大体殺処分の猫の中でどれくらいの比率を占めているか教えてください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。殺処分数の数字でございますが、平成30年度における猫の殺処分数は656頭でございます。うち3ヶ月未満の幼齢の猫が628頭で、割合といたしまして 95.7% という状況でございます。以上でございます。13番福澤照光議員。そうなんです。やはりこの生まれたばかりの猫がほとんどということであります。で、やはりこういった猫がですね、管理センターに届けられた場合、大体何日ぐらいで殺処分になるんでしょうか、教えてください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。詳しいちょっと日数はすみません、申し訳ございませんが、把握しておりませんが、やはり生まれたばかりの小さな猫というものについては、その都度ミルクをやったりとか、一日中夜もですね、対応しなければならないという部分でございますので、そんなに長い時間はかからないと思います。以上でございます。13番福澤照光議員。以上、13番。私が管理センターで聞いたところでは、1日もしくは2日ぐらいでということでございました。まさにこのボランティアの方々はですね、こういった本当に管理されずに、本当にもう、なんていうんですか、本来であれば生まれてこなくてよかったかもしれない、こういった不幸な猫を減らすためにですね、一生懸命活動されています。ただ一方で、やはりこの資金とかですね、そういった意味で活動資金なんかもですね、自分たちで一生懸命こう募金をしたりとかですね、あとはやはり、自分たちの持ち出しをされているところもあります。またボランティアも様々で、やはり地域では高齢者の方がボランティアをされている、そういったところもあるんですね。やはりこのボランティアの方々の
活動なくして、おそらくこの地域猫活動、そしてまたこの殺処分数の減はですね、ないと思うんですね。で、先ほど私本段でそのいわゆるその ふるさと納税の話をしました。で、神戸市のですね、事例を見ますと、これ2018年度神戸はですね、ふるさと納税、動物愛護にちゃんと、ちゃんと名目をつけたふるさと納税はですね、768件で1546万8000円集まっていまして、これではですね、実は不妊矯正手術の費用だったりとか、そういった意味では、長崎では行ってませんけど、そういったミルクボランティアとかですね、そういった本当にさまざまな活動をされていて、それで平成30年度は今227頭まで殺処分が減っているということで、神戸もやはり長崎と似ていてですね、やはり山が多くて路地も多いということで、おそらく野良猫が多いのかなというところもあるんですが、やはりこういったですね、活動やですね、そしてやはりこの今長崎でやはりこの地域猫を誰が支えてこの殺処分数を減らしているのかということを考えたときに、やはりこのボランティアの方々、やはり要望と合っていると思うんですよね。餌代が大変だとかですね、これはやはり長崎市全般として推進しているところですので、やはりこういったですね、制度をぜひ創設して、こういった方々を支えていただきたいと思いますが、ご答弁いただけますか。市民健康部長。再質問にお答えいたします。今議員からお話がいただきました、ふるさと納税等を活用した、寄付を募ることでございますけれども、やはりそういう寄付を募るということはですね、動物愛護に対する意識ですとか、動物愛護の活動に参加していただく、きっかけ作りの一つにもなると考えています。そのためにも、まずは長崎市の現状をしっかり踏まえて、動物の愛護の在り方や、多頭飼育を含む適正飼育、それと、ボランティアとの共同などのですね、対応を整理する中で、今言われました寄付制度につきましてもですね、しっかりと検討していきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員、ありがとうございました。検討という言葉をいただきましたので、そしたらすいません、ちょっと視点を変えてですね、質問するんですけど、この猫の問題というのは町猫とともにですね、飼い猫の話もあるわけで、現状長崎ではですね、この飼い猫についてはもちろん不妊化の措置というのはありません。で、例えばこのふるさと納税、先ほど今検討という話がありましたけど、横須賀市ではですね、この地域猫だけではなくて飼い猫に対しては、長崎の場合はですね、大体9割ぐらい補助をして自己負担1割なんですが、逆に9割ぐらい自己負担で1割ぐらいですね、飼い猫に対しての不妊化の助成なんかも行っています。やはりこういったこともですね、合わせてそういうふるさと納税の財源、その取り組みと合わせながら検討していただきたいと思いますが、見解を教えてください。市民健康部長。失礼しました。再質問にお答えいたします。町猫不妊化事業につきましては、いわゆる野良猫を対象と現在いたしております。その理由といたしましては、やはりまず長崎の中に野良猫が多いという中で、その殺処分を減らすためには、その野良猫の不妊化事業を推進するという意味で現在行っているところでございます。飼い猫につきましては、まだ現時点で検討したことはございませんが、まずは野良猫の殺処分数を減らすことが第一義だと考えておりますので、町猫不妊化推進事業の推進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。まずは町猫ということで、先ほどのはですね、今後の課題ということで認識をしていただきたいと思っています。この先ほど神戸の話ありましたけど、神戸ではですね、このふるさと納税を使った愛護動物愛護寄付制度ではですね、地元に通信販売会社のフェリシモというのがあって、ここが実は猫グッズなんかを返礼品で出したりしてるんですね。長崎もですね、こういうふるさと納税の制度が、もし今後検討されて作られるのであればですね、お曲がり猫のグッズとかありますから、そういったものを活用されるとですね、またより一層寄付のですね、呼びかけができるのではないかなと、そういうふうに思っています。これは要望ということでお話しさせていただきます。あと先ほどですね、私はボランティアの話をさせていただきました。やはり何度も申しますけど、この地域猫を支えているボランティアの人というのは結構大変でですね、やはり長崎、先ほど私本段で言いましたけど、この長崎の猫の問題で言いますと、やはりこの不適切な餌やりというのがありまして、で一方で地域のこので猫地域猫活動をされている方々は不妊去勢をして猫、
まあ、一代限りの命を全うするために地域で見てらっしゃる、これがどうしても混ざったり、外から見たら分かりにくくてですね、どうしてもこの誤解を招いたりとかして、非常にこう辛い思いをされたりとかというのがありまして、今現状、ワイン書を作っていただいてますので、ずいぶん分かりやすくなってきているというところでございました。で、まあ、私がお話を伺った方はですね、実は地域長崎市の中心部でされている方は50頭ぐらいいた猫をですね、まあ、不妊化をされて現在1年間で30頭ぐらいまで減っているということで、やはり本当に忍耐強くですね、活動されています。そしてやっぱりこういう人たちからよく言われるのがですね、いわゆるこの餌をやる場所、これが個人宅でというのが現状あるんですけども、まあ、これ地域の協力を得てですね、実は昨日ですかね、長崎の中島川公園周辺でですね、まあ、初めて学校公園のですね、敷地を使ってですね、一定地域の協力を得ながらですね、活動ができるといったようなことも取り組まれているようでございます。今後こういうこともですね、しっかりと周知をしながらまた広げていくこと、ボランティアの方と一緒に広げていくことで、この町ね、まあ、この殺処分数を減らすような取り組みにつながると思いますが、見解を教えてください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。今おっしゃっていただきましたようにですね、やはり地域の方とですね、共同すること、そして、ま、先ほどもからも申し上げておりますが、動物愛護団体のボランティアの方たちとですね、協力すること、それが必要だと考えておりますので、今後もしっかり連携して取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、ありがとうございました。あと動物管理センターの再質問に行かせていただきます。こちらもですね、現地を見させていただいたんですが、やはりまあ先ほど本段から言いましたように、やっぱりなかなか愛護というよりかはですね、薬剤なんかももう賞味期限切れのようなものが置いてあったりとか、まあ、使用済みの注射器が山積みになっていたりというような状況で、なかなか厳しい環境の中でやっぱり職員の方一生懸命仕事をされているんだなという思いをしていました。そういった意味ではですね、まあ、何度も繰り返しになるんですけど、やっぱこのふるさと納税の財源、先ほど京都の話をしたんですが、京都はやはりこれふるさと納税の財源を使いながらこの愛護センターですね、作ったということもありますので、そういったことを活用してのですね、動物愛護センターの建設について検討していただく考えはないか、ご見解をお願いします。市民健康部長。再質問にお答えいたします。まずすいません、動物管理センターを来ていただいたときにですね、まあ、期限切れの薬剤があったということでございますが、一応すいません、これは処分する予定ということでですね、集めてたものでございますのでご了解をお願いいたします。それと、やはりまだ施設としましてはですね、築36年も経っておりまして、確かに古くなっている部分はございます。まあ、設備につきましては必要な都度更新等を行っておりますが、やはり今後も適正な犬猫の指導管理を行える施設としてですね、動物愛護センターという条例でも動物愛護普及啓発のためにですね、どういう施設になるかというのはですね、今後しっかり検討していきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、すいません、捨てる間際とは知らずにですね、現地の時はえらいたくさんあったんで、ちょっとどうしたものかなと思いながら、すいません、横からいろんなご意見がいただいてますけど、ちょっと市長にお尋ねしたいんですね。市長、この前ドイツに行かれたということで、ドイツは非常に動物、そういった意味では先進国でございまして、非常にこの殺処分数も少ないといったようなお話もございます。やはりこれからドイツからの誘客ということもおっしゃってました。また長崎は平和の町ということも訴えております。やはりこの動物愛護行政ですね、こういったボランティアの方との共同、またそしてこの設備の問題、いろいろありますけれども、やはり殺処分ゼロを目指してですね、さまざまなですね、視点から推進していただきたいと思いますが、市長の見解があればよろしくお願いします。市長。福澤議員の再質問にお答えいたします。失礼しました。ご指摘のとおり、殺処分数、猫の殺処分数が全国の中でも非常に多いということについては、長崎市にとって不名誉なことであるというふうに考えております。そういう意味で、ただこれを一度に減らすということはなかなか難しくて、地域猫活動をはじめさまざまな活動を根気強く進めていく中で、長期的な成果を出していく必要があると思いますし、またその中でボランティアの皆さんのお力、先ほどからご指摘があっておりましたけれども、欠かせないものだと思っておりますし、現状でも非常に大きな力を発揮していただいているというふうに思っております。そういう意味では、そういった皆さんともの力もお借りしながら、
殺処分数を確実に減らしていく、そして、今の状態から脱却していくという方向性を、着実に一歩一歩進めていきたいというふうに考えております。以上です。13番福澤照光議員。はい、今まさに市長からお話しいただいたように、やはりこれどうしても、まあ、ボランティアの方、いわゆる市民との共同がですね必要な、ことだと思います。しっかりですね連携をしていただきながら取り組みを進めていただきたいと思います。で、次2番ですね、障害者の投票環境の改善ですが、これについてはですね、まあ、先ほど総務部長からもお話ありましたけども、まあ、選挙公報というのはですね、まあ、これは公職選挙で決まってるんだよというようなお話もございました。全文展示の翻訳だということもありました。ただこれ久留米市に伺ったところですね、久留米市ではこれ実は7行ぐらいの、まあ、そういった意味では非常にこう短い内容なんですけど、まあ、氏名とそして自分が取り組みたい政策とかですね、そういったことをまあ展示化をして、またその内容を CD 化してですね対象庁の方に配布をしているというようなことがありました。やはりこのなかなか難しい点もあるかと思うんですけども、このどうやったらより考えてみるとですね、当日行ってこの視覚障害の方であれば投票所にあるですね、言ってみれば氏名、候補者の記載しているところだけしか展示でしか情報を得ることがなくて、だけどやはり先ほどそのさまざまな計画、長崎市で計画もあります、障害者の計画などもあります、こういったところというのは直接、やはりそういった方々に対する生活にですね直結する課題であって、やはりそういった方がどうやってこの選挙にですね、まあ、言ってみれば政治に参加する場、この情報をですねしっかり得ることができるかということは、まあ、これから3年数ヶ月ありますので、しっかり考えて、ぜひ進めていただきたいと思います。これは、まあ、意見要望にしています。そしてですね、次が、福祉行政の ICT の話をとさせていただきたいと思います。これは本当に前向きな答弁ですね、ありがとうございました。本当にこの今のですね私たちの生活におけるこの情報通信機器のですね技術の発展というのは本当に素晴らしくて、私がお会いした方はですね、もうGPS の精度が高いものだから盲導犬の代わりになるんじゃないかというようなお話もされていて、まあ、ちょっと精度がですねまだ自動運転のレベルになってからかなというお話もされておりましたけど、それぐらいやはり生活においてのですね重要度が上がってきています。で、この日常生活要求事業の対象品目をですね眺めてみますと、実は視覚障害者の方が使われるポータブルレコーダーというのがあります。これはデイジー方式でに対応しているんですけど、これがですね録音再生兼用だと基準額85,000円で、再生専用だと補助額は35,000円なんです。ただですね、実際販売されている価格を見ると、この録音再生兼用というのは85,000円なんですけど、再生専用が48,000円なんですね。となると、どうしてもこの、本当は再生専用でよくても85,000円を買ってしまうというようなお話もありました。やはりまあそういった意味ではですね、こういったこの、まあ、先ほどからルル言ってますけど、この財源のですね、まあ、効率的な活用からしてもですね、今後この、いわゆるこの基準額といいますか、こういったものを実態に合わせて見直していただきたいと思いますが、見解をお願いします。福祉部長。再質問にお答えいたします。日常生活用給付事業というのは、やはり障害者のため その生活を向上させるための支援 の用具だというふうに認識しております。だから従いまして、やはり障害者のニーズに合わせてこう変えていくべきだというのは議員ご指摘の通りだと思いますので、その点について、まあ障害者のご意見も聞きながらですね検討させていただきたいというふうに思います。以上でございます。13番福澤照光議員。13番分かりました。まあそうですね、この辺はやはりまあ品目によってですね、やはりそれぞれやはり対象になっている障害の方、まあ、障害の対象も違いますし、また実際どういうふうに、また私が申し上げた以外のことについてもですね、また日々やはり日進月歩、技術が進歩してますので、しっかり情報収集して、また関係の皆様と協議をしていただきたい、このように考えております。そしてもう一点ですね、今のお話の続きなんですけど、まあ、この長崎市が作っている第4期の障害者基本計画を読むとですね、まあ、行政機関等の窓口における障害者への配慮の促進と、で行政情報の提供等にあたっては、情報通信技術との利活用も検討して、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティの配慮に努めますとあります。で、こういったことというのは、これから行政の窓口でも ICT 化必要だと思いますけど、まあ、地域センターとかですね、障害福祉課の窓口、まあ、本当に障害者の方々が頻度が高く使われるところではですね、こういった
タブレットなどの導入も検討が必要かと思いますが、ご見解をお願いします。福祉部長。再質問にお答えいたします。ICT がさまざま進歩しててですね、この間障害者団体からもご要望があったのが、その UD トークとか、そういったのがございます。さまざま ICT が活用される場面が窓口であると思いますので、そこら辺もですね、先ほどお話をしましたけど、障害者のニーズ、あるいは我々のその効率性、あとは財源の問題、そういったものを踏まえまして検討させていただきたいというふうに思います。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、わかりました。市が作ったですね、基本計画に謳い込まれていることでございます。この本当絵に描いた餅にならないようにですね、しっかりこれが形になって、このことはですね、おそらく障害記者の方のことを私もお話してますけど、やはり人間というのはこれからですね、年を取っていくと、だんだんこう機能が、誰でも落ちていく、弱っていくものですから、こういった障害者の方々に実は優しい窓口というのは、すべての人にとってですね、優しい窓口になっていきますので、ぜひ検討をお願いしたいと思っています。次ですね、すいません、がん対策に行かせていただきたいと思います。すいません、手元ですいません、ですね、どこ行ったかな。ピロリ菌検査のですね、導入の成果について、再質問したいと思います。これはですね、私たち、本当に何度もですね、この場所からですね、お話をさせていただいているところではございますが、まずちょっと中学生のことからですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。でこれ、確かに抗生剤の話というのはあります。実際除菌の時にどうかという話もありますし、そもそも保険適用がですね、やはりこれは除菌の保険適用は15歳以上なので、中学生がというのはどうなのかという話もありますが、ただですね、この長崎市の胃がんの検診率を見ますとですね、平成30年度だと大体、40% 切るぐらいの数でございまして、やはりこれどうして上げていきたいなという思いもあります。で除菌をですね、しなくても検査をすることで、除菌については、それを見て、15歳超えて判断する、こういったこともですね、できるんじゃないかと思います。でもむしろ年齢が高くなって受診をしないことの方が問題なので、そういった意味では一定ですね、年齢を決めて世代を決めて検査だけでもですね、行えばですね、やっぱりそういった意味ではこの胃がん対策より進むのではないかと思いますが、ご見解をお願いします。市民健康部長。再質問にお答えいたします。中学生に対して、ピロリ菌検査だけでもという部分でございますが、確かにピロリ菌検査 ではピロリ菌がいるかないかということが分かりますので、その点では一定の効果があると思います。しかしながらピロリ菌を原因とするがんにつきましては、ご承知の通り中高年齢、40歳50歳代から増えているという状況でございます。そういう中で今現在長崎市で行っているがん検診につきましては、40歳以上を対象としておりますし、このリスク検診につきましても今現在40歳で5歳刻みに実施しております。このリスク検診とがん検診をですね、しっかり周知し、その勧奨に進めていきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、今まずはリスク検診という話がありましたけど、先ほど見ますとですね、2万7000に対して2229人ということで、なかなか受診率がですね、低いといったところが、リスク検診実は出ております。で、このリスク検診、ちょっとすみません、ピロリ菌の効果についての再質問にちょっと飛んでるんですけども、この受診率が低いことについて、向上についてどのような取り組みをされているのか教えてください。市民健康部長。再質問にお答えいたします。まずちょっと受診率の件からちょっと補足して説明させていただきたいんですが、平成30年度の状況で40歳から5歳刻みで45歳50歳という形で、60歳までの方の対象者が2万7210人おります。そのうち受診された方、このリスク検診を受診された方が2229人で、約1割も満たないというちょっと少ない状況ではあるんですが、実際のところ40歳以上のがん検診という形で、先ほどお話しいただきましたが、40% から 50% 近くの方が、受診をしていただいている状況でございます。そういう中では
受診リスク検診が必要でない方もかなりいらっしゃいますので、そういう中では、2割3割程度の検診は受けてるんではないかと、リスク検診の検診は受けてるんではないかと考えております。でなおこのリスク検診の周知啓発につきましては、いろんな形で、広報長崎等も使って行っておりますが、さらにやはりリスク検診の重要性をですね、周知し啓発に努めていきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。はい、この1割ぐらいではないというお話ではございました。ただこの今5歳刻みというお話がありました。ただこの5歳刻み、やはりどうしてもこの狭間になる、じゃあ次5年後なのかとか、1回これ受ければですね、もう次ですね、受ける必要はないので、この5歳刻みの例えば東京の町田だともう30歳一律すべて対象にしていますので、例えば40歳以上ですね、もうすべて対象にする、こういったことをすることでですね、やはりこの胃がんのリスク、また胃がんのですね、検診率の向上、またそうした引いてはこの胃がんの死亡率のですね、を減らすことにつながるのかなと思いますが、ご答弁お願いします。市民健康部長。再質問にお答えいたします。今議員おっしゃっていただいた通りですね、40歳以上すべてにですね、リスク検診を実施してはどうかというお話でございましたが、ご承知の通り、平成27年度からこの胃がんリスク検診を開始いたしまして、現在5年経っております。そういう意味では40歳以上の方すべてにはですね、一度は機会を与えたところでございます。そして今おっしゃっていただいた40歳以上もですね、もう一度すればということもございますが、ただやはりこの胃がんの検診の面となりますのは、胃がん検診というものが必要、一番大事なことだと思いますので、まずは胃がん検診を受けていただくという形をですね、主眼において取り組む必要があるのではないかと考えております。そういう中で胃がんリスク検診につきましても、今までと同様に、5歳刻みで実施することで、胃がんに対するリスクを少しでも減らしていきたいと考えております。以上でございます。13番福澤照光議員。これについてはですね、まだスタートして、そう立ってないということで、今後のですね、推移を見守りながら必要に応じてですね、この対象の年齢のですね、5歳刻みについても検討をしていただければと思っています。で次、平和行政についていきます。県外原爆展の今後のあり方ということで、非常に前向きなご答弁をいただいてありがとうございました。やはり若い世代に対してですね、どうやったらこの被爆のですね、この実装継承の被爆体験の継承であったりとか、そういった意味では核兵器廃絶のですね、この大事さとか、こういうことを継承していくことが大事かなと思っています。でちょっとお聞きしたいんですけど、長崎には今現在レクナがございます。で長崎のレクナはですね、そういった意味ではこの市民の方々に対して、核兵器廃絶の市民講座などをですね、取り組まれております。でまた軍縮教育についても非常にこう熱心に取り組まれていますので、今後この県外原爆展にですね、ぜひこのレクナの方と一緒にですね、行っていただいて、その行った先の地域で例えば講座なんかを開いていただきますと、よりですね、そういった意味ではこの核兵器廃絶のですね、うねりといいますか、そういったものを作れるんじゃないかなと。で長崎初のレクナでございますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、ご答弁お願いします。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナとはですね、これまでも長崎に平和教育に来られた方に核兵器廃絶に関する講義をお願いするなど、日頃からですね、連携を取りながら緊密に事業を実施しております。レクナでは現在軍縮教育教材、それから教育方法のモデルをですね、開発予定と伺っておりますので、今ご質問のですね、大学での県外原爆展でもこれらの教材を活用して、大学生向けに軍縮教育の講座を開催できないか検討したいというふうに考えております。レクナの先生方によるこの質の高い講座、こういうものを大学生が講座を受けるということでですね、平和への意識を、雇用を図る上で大変意義があると思っておりますので、まずはレクナの方と協議を進めていきたいと思っております。以上でございます。13番福澤照光議員。ぜひよろしくお願いします。特に県外のですね、学生さんたちはなかなか日頃そういったことと向き合うこともですね、少ないので、ぜひぜひ前に進めていただきたい、このように思っております。で8番ですね、次、中小企業の振興策ですね、これ、実績からということで、これについては同僚の議員からもですね、基本条例を作ってはどうかというお話もございました。でやはりこの長崎において、やっぱり本当、多くの
まあ、ほぼ中小企業の方が多いという中で、どうやったらですね、この中小企業の方のニーズ、そしてそれをスピーディーにですね、柔軟に施策に反映していくことができるかというのは、もちろん基本条例もそうなんですけど、やはり具体的に吸い上げていく仕組みが必要なんじゃないかなと思っています。大村にですね、ちょっと視察に行ったときには、まあ、振興会議というものを作ってですね、施策に反映するような、そういった仕組みもありました。市としてはですね、どうやってその中小企業の皆さんのニーズを的確に反映してですね、施策に反映していくおつもりか教えてください。商工部長。再質問にお答えいたします。中小企業振興のための条例は、中小企業の振興に関する基本理念や施策の方向性を定めるものでございまして、著しい環境の変化に置かれている中小企業の今後の成長を図るために有意義なものであるというふうに考えております。ただ議員ご指摘の通り、条例を制定すること自体が目的ではないということでございますので、行政と企業の皆様の役割を明確にして、いかに有効な中小企業策につなげていくかということが重要であるというふうに考えておりますので、まずは関係団体や関係の地元企業の皆様としっかり意見交換をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。